皆さんこんにちは。こんにちは。なんか今日は、南国っぽいところを走ってるね。そう、今日は、宮崎県に来てて、日向市の細島というところに向かってるんだ。通りで南国っぽいと思ったよ。そして今私は、道路の両脇にフェニックスの木が並ぶ、フェニックス並木を走ってるんだ。フェニックスって不死鳥のことでは？それもフェニックスだけど、今話してるフェニックスは、ヤシ科の植物で、宮崎県の木でもあるんだ。そうなんだ。で、細島ってとこに何しに行くんだ？日向市漁協直営の海の駅細島というところに、マグロ丼を食べに行くんだ。マグロ丼を食べるためにわざわざ宮崎へ来たのか？そうだよ。就活を頑張った自分へのご褒美だよ。お疲れさん。海の駅細島に到着。到着。ここは漁協直営だから取れたての、新鮮な魚を食べさせてくれるんだ。目の前の海が見えるカウンターに座って。漁港だね。マグロ丼をいただいた。魚のアラのお味噌汁もついてるんだね。うまかったぜ。そりゃあ、真ん前は海だから、新鮮そのものだろうからね。新鮮なマグロ丼を食べて、満足したことだし、そろそろ出発だ。出発。釣り竿を抱えた子供たちが、自転車で走り回ってるね。釣りをしてる人たちも、あちこちにいるしね。漁港だから釣れるだろうね。多分ね。ところでこの辺りには大きな倉庫が並んでるけど、なんだろうね。多分漁協関連の倉庫じゃないかな。そんな感じだね。左側の倉庫の前には、和菓子屋さんやパン屋さん、魚屋さんやかき小屋も並んでるみたいだぞ。そうなんだ。そうそう。和菓子どころ桃の屋に売ってる。練り羊羹やいちご大福も美味しいらしいぜ。それは食べてみたい。せっかく日向に来たからには。来たからには？岬の先端まで走って、馬ヶ瀬展望所へ行ってみよう。何年か前にも、馬ヶ瀬へ行ってなかったか？そうそう。2年前にもマス2で、ここへ来てた。2年ぶりの馬ヶ瀬だね。そうだね。しかし今日は、すごく晴れてて、いい天気だね。そうそう。雲一つなくて、最高のツーリング日和だぜ。そしてだいぶ暖かくなってきたから、走ってて気持ちいいぞ。それはよかった。そして馬ヶ瀬展望所の、駐車場に着いたみたいだ。細島から近いんだね。3キロくらいしか離れてないから、バイクだと5分くらいで着くよ。馬ヶ瀬茶屋の駐車場に、到着。到着。ここから先は、遊歩道を歩いていくんだ。頑張れ。馬ヶ瀬展望所スケルッチャに到着。スケルッチャってなんだ？ここの展望所は足元がガラス張りで透けて見えるから、
ケルッチャって愛称がついてるんだ。展望所の愛称なんだね。そうだっちゃ。ラムちゃんかよ。さらに奥に進んでいくと。進んでいくと？岬の先端に出れるんだ。ほうほう。ほら、岬の先端にやってきたぞ。ほんとだね。見渡す限り、海が広がっている。だろ。しかし風の音がうるさいぞ。それは岬の先端だから仕方ない。ここに何かあるぞ。なんだろね。スタンプラリーかな？そんな感じだね。トレジャークエストって書いてある。宝探しゲームみたいなやつかな？宝探しよりこの素晴らしい景色の方が。私には宝物だよ。そかそか。素晴らしい景色を眺めて、絶景という宝物を手にしたから、次の目的地へ向かおう。次はどこへ行くんだ？次は願いが叶うという、クルスの海へ行く。そこへ行くと、願い事が叶うのか？そうらしいぞ。クルスの海へ行って、クルスの鐘を鳴らしてから願い事を唱えると、願いが叶うんだって。それはぜひ行かなければ。ここから遠いのか？いやいや、すぐ近くだよ。1.5 キロくらいしか離れてないから、3分もあれば行けるよ。そんなに近いのか？近い。ほら着いた。本当に近かったね。クルスの海展望台はこの上みたいだね。
ここも遊歩道を歩いて登っていくんだね。そうそう、バイクや車はここの駐車場に止めて、ここから先は歩いていくみたいだね。普段あんまり歩かないから、運動になってちょうどいいんじゃないか。まあね。日頃あんまり運動していないから、ちょうどいいかもね。ところでクルスの海のクルスって、どういう意味なんだろう。ここの海の入り組んだ地形には、巨大な岩礁が十字の海を形作ってて、上空から見ると叶うの文字に見えることから、祈りを捧げると願い事が叶うと、言われるようになったんだって。それで？それで十字のクロスから、クルスの海と名付けられたみたいだぞ。あ、十字のクロスのことなんだね。そうらしい。クルスの鐘が見えてきた。鐘の音が聞こえる。クルスの鐘を鳴らして、願い事を唱えてるんだろうね。そうかもね。しかしここから見る海は、どこまでも広がってて、絶景だよね。絶景だね。そしてちょうど眼下に、十文字の岩礁が見える。あの岩が叶うの文字を形作ってるんだね。そう、あの岩の形から、願いが叶うという言い伝えが広まったらしいんだ。せっかくだから私も、鐘を鳴らしておこう。何を願うんだ？クルスの海に向かって、バイク仲間みんなの、交通安全と、私自身の、幸せを願うぞ。願ってこい。事故のないバイクライフが送れますように。そして、幸せになれますように。願いが叶うクルスの海。なるほど。ここからだと十字の割れ目しか見えない。確かに。角度を変えても十文字。ほんとだね。あ、あの島が、カナウの口の部分かな？なるほど、横向きなんだね。まさか横向きとは思わなかったぞ。ほんとだね。ここにもなんかあるぞ。QR コードだ。トレジャークエストの QR コード。願いを叶える海。そしてこっちは、ヒューガ坂46のティザームービー。ここで撮影したんだね。では出発。出発。次はどこへ行くんだ？今日の予定はここまで。あとはホテルへ行って晩ご飯を食べて、寝るだけだ。そかそか。ホテルに到着。お疲れさん。晩ご飯はホテルに併設された。お食事処でフーさんと合流して。海鮮丼を食べながらビールで乾杯。のう。朝は洋食セットを食べて。おはよう。高千穂峡を目指して。フーさんとツーリング。今日もよく晴れてそうだね。そうそう。昨日に続いて今日も青空が広がってて、最高のツーリング日和だよ。今走ってる橋も綺麗だね。今走ってる橋は、青雲橋といって日の影橋のシンボルで、国道に架かる道路橋としては、東洋一の希望を誇るアーチ橋らしいぞ。そうなんだ。今渡ってきた青雲橋、
青空にかかる星雲鏡。そして私たちは、高千穂牛レストラン、輪にやってきた。風さんはどこへ行ったんだ？なんか狭いところへ入って行ったぞ。狭いところへ何しに行ったんだろ？道を間違えたのかも。ちょっと探しに行ってくる。と思ったら、正面からやってきた。巡り会えたね。巡り会えた。では改めて、高千穂牛レストラン、輪に到着。到着。ここで高千穂牛の、ステーキを食べるぞ。ええのまずは前菜のサラダと、柿の和え物。そしてメインのステーキ。豪華だねー。うまかったか？とってもうまかった。いいなぁ。いいだろう。でもそれなりに、いい値段したぞ。それは仕方ない。ブランド牛だもん。そうだね。うまかったしね。そして高千穂町に来たからには、高千穂町へも行っておこう。行っておこう。高千穂町にやってきたぜ。勢いのいい流れだね。柱状節理の切り立った岩が削られて、その隙間を渓流が流れているからね。昨日行った馬ヶ瀬に似てないか？似てるね。あそこも切り立った岩だったもんね。見上げると3つのアーチ橋。素晴らしい。では帰ろう。帰ろう。今回も楽しいツーリングだった。よかったね。ではこの辺で。またねー。またねー。